一言お祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富みたもう天の父なる神様、今朝のこのよく晴れ渡った青空のもと、こうして私たちをあなたが招いてくださり、礼拝の場へと祈りの場へと導いてくださったことを感謝いたします。あなたとの交わりの中に入れられて、心からあなたを賛美し、また祈り、また御言葉に耳を傾けることのできるこのような礼拝の時を心から感謝いたします。私たちはかつてはあなたを知らず、またどこに向かっているのかもわからないまま、自分の思いだけに頼って漂っておりましたけれども、あなたの大いなる憐れみによって御子イエス・キリストを私たちに指し示してくださり、キリストの中に命と真理と道を与えてくださったことを感謝いたします。今朝こうしてこの礼拝の場であなたの御言葉にもう一度耳を傾けようとしております。どうかあなたの永遠に変わることのない御言葉が私の中にもう一度深く根ざすことができるように、そしてあなたの御言葉を土台として私たちがこの人生生き切ることができるように導いてください。お一人お一人の上に、ここにおられる方々、おられない方々、お一人お一人をあなたが豊かに顧み、聖霊によって導いてくださいますように、感謝をして主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今も山口兄弟が、語ってくださいましたように、先週は、朝鮮半島における、南北首脳が、出会って会談するという、まあ、実に歴史的な出来事が、起きたわけでありますが、この新たな歴史のページが開かれたこの時に、さらにこのアジアの東北地区に、また世界に本当に平和が来るようにと願って祈っていきたいと思います。本当の意味での非核化と、そして平和の実現と、また、拉致被害者の解放へとこれから確実につながっていくようにと、そんなことを祈りながら見守ってまいりたいと、そう願っているものであります。今日はただいま読んでいただきましたヨハネによる福音書の一章のところをご一緒に見てみたいと考えております。聖書は、まあ、どの章を取ってみても本当に驚くべき御言葉が記されておりますけれども、このヨハネの福音書も何度読んでも、どうしてこのような書物が書かれたのかと、まあ、不思議に思ってしまう、そんな書であると思います。このヨハネ福音書はイエス・キリストとは一体どのようなお方なのか、誰なのかということについての証をしている書物であります。そしてそのことは取りも直さず、私たちの救いに関する書であるということにつながるわけであります。イエス・キリストとは一体誰なのか、そのことを
探り求めていくことは、私たちの救いとは一体何なのかということの探求でもあります。今読んでいただきました一章の一節から十八節までは、このヨハネによる福音書の序文のところにあたると思われますが、この序文の中でヨハネによる福音書全体が何を言わんとしているか、そのことが記されているわけであります。そしてこの短い序文の中に、いわば世界を包み込んでしまうほどの内容が凝縮されていると言っても過言ではないかと思います。あまりにも広大な真理がここに含まれているために、これを一つのメッセージとして語るということが大変困難なことであります。今日はこの冒頭の部分の特に第4節を中心に考えてみたいと思います。第4節を見ますと、この方に命があった、この命は人の光であった。この方、それはすなわちイエス・キリストであります。キリストには命があった、そしてその命は人の光であったということであります。キリストとは人に命と光を与えるお方であるということであります。その意味をご一緒に考えてみたいと思います。まず最初に、キリストとは神の言葉であるということが一節と二節に記されています。言葉、これはギリシャ語でロゴスと呼ばれますが、言葉とはキリストのことであります。イエス・キリストは神の言葉であり、神を表現されるお方だということであります。私たちが語る言葉が私たちの心あるいは人格を表現していると同じように、イエス・キリストは神のお心を、神の姿を表現してくださるお方であるということであります。18節にそのことが記されています。18節を見ますと、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子が神を解き明かされたのである。父なる神様の懐におられる神の御子イエス・キリストが、私たちに父なる神様が分かるようにしてくださったということであります。神とは一体どのようなお方なのか、それはイエス・キリストを見れば分かるということであります。神の身元から来られたキリストが私たちに父なる神様を表してくださったことを証ししている、それがこの福音書であります。第2番目に、この神の言葉であるキリストが人となられたということが記されています。14節を見ますと、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。神の独り子であられるお方が、目には見えない神の言葉であるお方が人となって私たちの間に住まわれた、すなわちイエス・キリストとして、あのパレスチナの地で約2000年ほど前に生活をされたお方であります。
私自身は3年ほど前にそのイエス・キリストが歩まれたイスラエルの地を歩んでまいりました。皆さんの中にもそういう方もいらっしゃいます。そしてイエス様がここでお生まれになったのか、ここでお働きになったのか、このカリグラヤ湖でイエス様はあのような奇跡をなさったのかと、いろいろと見ながら御言葉を思い出し、深く感動し、その感動が今も心の中に生き続けているわけでありますが、イエス・キリストは神でありつつ同時に人間であられたということであります。人間である以上、私たち同じようにお腹をすくこともあるでしょうし、悲しくて涙することもあったでしょうし、憤りを感じたこともあったでしょうし、また弟子たちと一緒に笑ったり冗談を言ったり、そして疲れ果てたりしたこともあったと思います。三節を見ますと、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと言われています。そのようなお方が人となり、私たちと同じ世界に住んでくださった、それがイエス・キリストであるということであります。キリストは神であり人であるというお方であります。さらには第3番目に、このお方に命と光があったということが表現されています。先ほどの4節の御言葉であります。そして6節のところから、洗礼者ヨハネという人が出てまいりますが、この人がイエス・キリストについて証しをしています。それが9節にありますように、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたと証しするのであります。この洗礼者ヨハネという人は当時の人々の目をキリストの方へと向けさせた人であります。この洗礼者ヨハネが生まれた町、育ったところ、そして活動したヨルダン川のほとり、そういったところも歩いて回りました。あの洗礼者ヨハネはこの人を見よと言ってキリストを指さした人であります。このお方が私たちに命と光を与えてくださるお方だということを人々の前に証ししていきました。このヨハネはイエス・キリストのことを次のように言っています。21章の29節を見ますと、洗礼者ヨハネがこんなふうに人々にキリストを紹介しました。29節、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。キリストとは私たちを罪から清めてくださるお方、そういうお方であるという証しをしております。さらには33節のところで、この方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方であると言っています。つまりこのキリストこそ水の洗礼ではなく聖霊の洗礼を授けてくださるお方であり、私たちを神様の子供として
生きる力と命と光を与えてくださるお方だと指さしております。キリストとは命と光を私たち全ての人に授けてくださるお方である、そんなふうに証しされています。イエス・キリストが2000年ほど前に来られたパレスチナの地はきっと闇の力が支配的であったと思われます。そんな中でも光の子供としてこの世で神の光を放ちながら生きていくことができるように、私たちの心を神の命と光で満たすために来られた、それがイエス・キリストであると証しされたわけであります。イエス様は弟子たちに言われました。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。五節の中には、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと記しています。キリストは光に満ちたお方であり、キリストに信じてつながる人々も同じように闇に打ち負かされることのない人間にするためにキリストは来てくださいました。闇とはありとあらゆるこの世の否定的な力であります。私たちの心を暗くする全てのものを指さしています。この世の否定的な力、破壊する力、私たちのうちにあるキリストの光を吹き消そうとするありとあらゆる方向から来る力のことを言っています。キリストが与えてくださる光と命は決して闇に打ち負かされることはない類のものだと証しされています。どんな試練もどんな苦しみも私たちの中にある神の愛から私たちを引き離すことは決してありませんという御言葉が成就する世界であります。そのような命と光をキリストは私たちにもたらしてくださるお方であります。ところがこのヨハネによる福音書の1章の10節から13節には次のような重要なことが記されています。そこにはせっかくイエス・キリストが神の御子としてこの世に来られ命と光をもたらしてくださったにもかかわらず、そのキリストが受け入れられなかったという事実を記しています。しかしそんな中で幾人かの人々はキリストを信じ受け入れ、キリストと結ばれたと言われています。12節と13節を見ますと、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく肉の欲やあるいは人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると言っています。イエス・キリストを信じ信頼する人々には神の子供となる特権が与えられた。そしてその人々は神によって新しい命をいただいたのだと証しされています。キリストによって救われるとは、私たちが父なる神の子供とされているということであります。
父なる神様と人格的な関係を持つようになるということであります。そして新しく生まれ変わるということであります。それがキリストの救いであります。キリストの命と光は私たちの人生観を作り変えてくださいます。一人の青年のことをお話ししたいと思いますが、この青年は毎日無気力に生きておりました。生きる目標もあてもなく、また生きる喜びも感じることなく、ただなんとなく毎日を過ごしておりました。生きる意味が見出せないまま生きていたのであります。そんな青年があるとき、自分の兄弟の子供を教会の幼稚園に連れて行き、そこでその教会の牧師と出会ったことがきっかけとなって、少しずつ少しずつ彼の人生に新しい光が灯されるようになっていきました。やがて彼は自分でも考えてもみなかったのですが、教会の礼拝に出るようになり、そして礼拝のお話が意味がわからないまま、なぜか教会に惹かれて出席をしておりました。ある時聖書のお話がスーッと心の中に入ってきて、神様の光が彼の魂に入ったのであります。そうしているうちに次第に熱心に神様を求めるようになり、やがて気がついてみると、彼は非常に前向きに生きるようになっていたのであります。この青年は後に牧師となって北陸の方で長い間ご奉仕をされた方であります。この一人の青年の人生観を根底から作り変えたのがイエス・キリスト、その命と光であります。またこんな方もいらっしゃいます。今日でいうハンセン氏病、かつてはライと呼ばれていた病気にかかった一人の娘さんがいます。この病気のために家族から、そして社会から、全てから引き離されて、瀬戸内海の孤島に収容されました。彼女の将来の夢も虚しく散ってしまいました。一生離れ小島で孤独のうちに生きていかなくてはならなくなりました。ところがです、この娘さんがその隔離された収容所の中にある教会を通してイエス・キリストに出会ったのであります。もちろんそれまでにも紆余曲折があり、何度も何度も死にたいと思い、死に場所を探してさまよったこともあります。その娘さんがキリストに救われて、神と聖霊によって新しく生まれ変わったのであります。キリストの命と光を受けたのでありました。そして主にある多くの兄弟姉妹たちと良き交わりを持つようになりました。この方はすでに病気は治りましたが、その後もその島にとどまり働くことにしたのであります。そして年月が経っていったある時、彼女のお母さんがこの島にやってきたのであります。そのお母さんはその娘さんを頼って島に来たのでした。立場が全く逆転しました。
本当は病気になって家族から引き離され、将来の夢も奪われて、失意の中にまるで生ける屍のようになっているはずの娘さんが、実は強くたくましく優しく生きていたのであります。反対に自由な外の世界で何でもできる健康な母親が生きる力を失って、娘さんを頼ってこの島にやってきたのであります。娘さんはお母さんを引き取り、このお母さんにもイエス・キリストを紹介し、賛美歌を歌ってあげ、神様の愛をもってお母さんを慰めるようになったというのです。この方の心を強くしたのはイエス・キリストの命と光であります。またこういう方もいらっしゃいます。私どもがフィリピンのマニラの神学校にいた時のことでありますが、ある日のチャペルでロハスという一人の牧師がお話をされました。この方はご自分の体験を明かしされました。この方の弟さんがある時人に殺されてしまったという経験があります。弟さんを殺した人は当然刑務所に入れられました。何年か後にこのロハス牧師が刑務所で教会士として聖書を話をすることになりました。そしてその同じ刑務所に自分の弟を殺した犯人がいるということを知ったのであります。ロハス牧師はとても苦しみました。しかしその刑務所で聖書の話をするためにそこに通い続けたのであります。そしてある時いつものように服役している人々に聖書のお話をして帰ろうとしていたその時です。一人の男性が彼に近づいてきました。そしてふとその顔を見ると、なんと自分の弟を無残にも殺した犯人ではありませんか。ロハス牧師は一瞬言葉を失いました。しかし自分を取り戻して心をかけました。声をかけました。相手の方はそんなことをつゆ知らず、ロハス牧師が誰であるかわからないまま質問があると言ったのであります。先生の聖書の話を聞いていると、イエス・キリストの十字架によって私たちの罪が許されているとおっしゃいましたけれども、それは本当ですかと聞くのであります。その受刑者は真剣に尋ねていました。その時ロハス牧師は祈りながら答えました。それは本当です。するとその受刑者がさらに続けました。実は自分は人を殺めました。神様はこんな私を本当に許してくださるのでしょうか。そんなふうにはどうしても思えないのですというのであります。ロハス牧師は言いました。キリストはあなたの罪を背負ってあの十字架にかけられました。ですからあなたは許されているのです。その受刑者は言いました。先生、どうしてそのことがわかるのですか。ロハス牧師は一瞬言葉が出なくなりました。
でも彼の心の中に聖霊が働いて、彼の口を通して言葉が出てきました。あなたは許されています。なぜなら私もあなたを許しているからです。その受刑者は不思議な顔をしてロハス牧師を見ました。牧師は続けて言いました。あなたが殺したのは私の弟なのです。それを聞いてその受刑者は顔面蒼白になり、その場に打ち伏してしまいました。彼は体を震わせながら、許してください、許してくださいと繰り返すのであります。ロハス牧師は彼の両肩を握り、そしてキリストが私を許してくださったように、私もあなたを許しています、どうぞ立ち上がってくださいと言ったのであります。するとその受刑者は涙を目にいっぱい浮かべて、ロハス牧師の両手にすがりついて、二人は固く固く抱き合ったのであります。この一人の牧師の中に生きていたのはキリストであります。その命と光であります。このようなことは人間の意志や努力でできる類のものではありません。キリストの命と光が人の心の中に注がれて初めて実現する神の世界であります。イエス・キリストは信じて受け入れるすべての人の中に父なる神様の命と光を注いでくださいます。そして私たちを新しい命で生まれ変わらせてくださいます。キリストの命と光を受けて、この私たちの現実の世界の中で輝いて生きるものとしていただこうではありませんか。一言お祈りをいたします。愛する天の父よ、私たちはこの世の否定的な闇の力をあなたが打ち砕いて私たちを救い出すために、御子イエス・キリストをこの世にお使わしになってくださいました。どうかキリストをますます強く信じ、私たちの心にあなたの命と光を満たしてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美しましょう。新聖歌251番、主イエスの御そばに。